どうも、横須賀の生活です。どうも。今日はキャンプ道具とかを見に行きます。イエイ。はい、お台場到着しました。はい。台場といっても観音崎ではございません。フジテレビのある偽物の方の台場やな。そうなんですね。横須賀が本物やから本来の台場ですよ。はい、一応ここに、ワイルドワンっていう、まあ、めちゃくちゃでかい、うん、アウトドアショップがあるんで、はい、そこに行きたいと思います、うん、でもその前にまずは腹ごしらえた家。はい、台湾たこ焼きムージアムに来た。はい、たこ焼きムージアム。あんま言えてなかったけど。実は初めて。ここで食べるのは初めてやな。大阪のたこ焼きムージアムしか行ったことないな。そうやな。なんで大阪で行くねんやけどな。確かに、うん、じゃあちょっとね、たこ焼き食べて、たこ焼き、ね、見てみよう。どれがええのかな。俺、ヨゴリーノにしようかな。クックルがあっちにあって、アイズ屋さん、アイズ屋はあれはあれ、まさかしたら魚がたくさん入ってくる。そう、道頓堀、天王寺にね、お店があって、そうこのがうまいんですよ。名前出し切れて、赤鬼タコ、タコで、山ちゃんも有名で、なんかうまいって評判やもん。山ちゃんとアイズや一個ずつ頼んで半々かな。そうやな、うん、やってみよっか。はい。まずはアイズやのこ焼き。よいしょ。小玉ですね。ね。ちっちゃいサイズ。あは。はは。ほわほ。めっちゃ熱い。ソースとかね、違うくて食べると出汁が入っとるから。めっちゃハフハフなって。もう喋れてない。いや、うめえな。画面から飛び出るレベル。うまい。ようにゃんの熱々チャレンジ。手隠すなよ。ニャムって言われたけど、ニャムって言ったけど、いや、カフェが消えちゃう。ほんジンジャーのしがキーヘフだしだしね。ジンジャーのしがキーテフ言ってたけど、最高。さあ、続きましてもう一つ、アイズ屋さんで注文いたしました。こちらです。はい、明石焼きでございます。卵焼きっていうのかな、明石とかやと。そうやな、うん、これがうまいから。じゃあ熱々チャレンジお願いします。皆さん知ってるのかな、明石焼きはお出汁につけて食べます。チャレンジ。片栗粉はちょっと荷が重い。たこ焼きとは、たこ焼きとはちょっと違う。優しい味。はい、だしがうめえ。うめえ。これ意外となんかソースとかかけても美味しいもんね。そうな。また明石行きたくなっちゃったわ。行きたいね。よし、じゃあ食べましょう。はい、次山ちゃん、うん、山ちゃんの、手羽先を食べたいと。山ちゃん違い。俺なんすか、イカ天ネギ盛りみたいなやつにしたんすわ。めちゃめちゃ盛られてるけど、すごいことになっちゃってて、もうわけわかんない。そこまでが何かも、わけわかめえですよ。いや、最近の若い子は言うんでしょ、わけわかめえ。流行り言葉。いただきます。はい。上のネギはさ、そんな悪くないけど、はいはい、わわわわこが、うまい、めちゃめちゃうまい。トロトロ系？うん。イエーイ。悶絶してる。
はい、じゃあ早速ワイルドワン行きましょうかね。レックスの中にあるんだよね。レックス、今日はブレイブポイントにも人がいますね。サバゲーの一回だけ来たことある。そうそう、ヘリがね、ヘリがあるんだよね。すげえ、あのプレイヤーの人よし、着いた。はい、ワイルドはワイルド非常口みたいになっちゃってるわじゃあちょっとキャンプ道具を見ていきます。行きましょう。なんかね、コーヒーをこう簡単に入れれるやつっていうのを今探しとるんです。キビでコーヒーしたいんですよ。全然赤に乾いた。いたなるほどね。まあ普通のコーヒー用のケトル、ね、家でも使えそう。かっこいいけどね。かわいい。なるほどね。なんかね、お箸みたいなのもあったらかっこいいよな。そうだね、いろいろ道具こだわったらお箸も欲しくなる。今割り箸じゃないからな。そうなんかやってみようかしら。あれ、これ太志がやってたやつちゃうの。まあ、この間のジェットフォイルアウトドアショーで語ってたやつやな。これを使ってる言ってた。めっちゃすぐ湯が沸くやつやな。2分とか言ってたっけ。言ってた言ってた。登山でもすぐできるっつって。へえ。で、本当はダメだけど、この下のやつが純正品じゃなくても一応火はつくって言ってたな。なんでそんなこと言うの。そんな言わねえのかわいいな。かわいい。はい、ワイルドワンでいろいろゲットしてきました。買ってきました。まずはこちら。はい、コーヒーメーカー。その名の通りこれあのフィルターなしでそのままコーヒーを出せるという。火を沸かしてやれるっていうのが便利ですね。便利です。安かった。続いて、はい、ライトセール安いこれめっちゃね、見た目がとにかく可愛いですね。 LED でこう光の量調節しながら照らせます。続いて、はい、ミトン。はい、手袋ですな、要は、はい、家にもあるけど、もう一個あった方が便利なんで買いました。続いて、はい、お箸。お箸、ノーティークのワブキーですね。これは太子も使ってる愛用。そう、採用されてるやつで、ここでこうキュッキュッキュッってやれば組み立てれる折りたたみ式のやつです。あと、おまけ、はい、ステッカーこれは寝袋のメーカーか。メーカーかな。あー、かわいいですね必要なもん一通り揃えられたので、満足です。満足最高教授サマーズチャンネルのハワイ編とかでも出てきた、ヴィンテージハワイアンのコーヒーのやつ、うまいんです。輝けちゃうねからうん、美味しい。いいです。あっさりしてる。さて、いろいろと必要なものは買い終わりましたけれど、はい、まあ、せっかくお台場来てるんでね、うん、あのここには実はあれがあったね。ステッカー探しに最適な場所がありました。忘れておりました。アクアシティの中にはね、うん、ここに行ってみたいと思いますよ、はいはい、ここですね。さあ、キャンディーミュージアムの隣にあるキャプテンズルーム。ここが結構ね、アメダツ売ってます。ステッカーも充実してるんで見てみます。見てみます。はい、ステッカー買ってきました。横浜タイヤ、うん、ブリヂストン、うん、シェル、はい、お尻ペンズオイル、うん、ポーリーなんちゃらトリ、はい、うんうん、じゃあまあスティーブ・マックイーンってことにしとこう全然違うけどもう一つ、ブリヂストン、うん、これね、細長いからね、なんか使いやすそうな気がする。そうだね、うん、丸とかはね、やっぱ場所取るけど、これは結構隠し的にちょっと入れとけんちゃうかな、うん、でもこれ全部車にぴったりだよ。合いそうなんですよ、ね、ただまあうちはブリヂストンのタイヤじゃないですよ前初期設定のやつ。そうだ、ね、でも次買い替える時、買い替えるタイヤ買える時は、ね、ブリヂストンにしようと思ってる。
はい、ブリヂストン俺の会社やから。俺の会社やから。そう。どういう意味かっていうと俺の会社やから。俺の会社なんです。全てを担ってるというか。そうそう、俺の会社なんです。まあいろいろあるんですよ。俺の会社なんで。はい、いいのゲットできたね。なかなか良かったですね。これがなかったよな、公園寺にも。公園寺は意外とね、いいのありました。はい、よし。はい、なんか知らないですけど、時計が手に入ってしまいました。かっこいい、スワッチですね。スワッチの時計を買いましたよ。なんかサイケデリックな感じのがすごく刺さったんでね。ちょっとアバンギャルドな雰囲気が似合ってる。なんか買っちゃいました。衝動買いだね、これは。しまった。次から、次の動画というかね、今年の夏はこれを中心につけていきますから。じゃあ次行くぞ、次。いやー、鬼塚タイガーあるね。うわまた買っちゃった。ぶつかっちゃいました。どうすか。かわいい。このオレンジで、ソールが3センチちょいぐらいある。あれらしくて、175円を達成したね、見事。はい、いっぱいやった。しまった、衝動買いだよ。2人ともおニューのものを身につけて、はい、こうなりましたね。なったね。はい、 いや、いいの見ると買っちゃうわ。買っちゃうわ、ダメだわ。ダメだわ。はい、じゃあ行こう。はい、あー、バンズがありますね。ありますね。からの、うわー、買っちゃってる。買っちゃった。せっかくなら中身見せちゃいますか。中身見せましょうか。開けちゃえ、開けちゃえ。あらね、中華ティーを探してるあの店舗でぴったりなやつだったんすよ。いくよ。はい、めっちゃかわいい。これいいですね。なんか東京とは書いてるけど、どっちかっていうと香港っぽさがあっていいよね。ね、ネオンっぽいやつで、ブルーとグリーンがあったんですけど、ちょっとよりドラゴンっぽいグリーンにしました。嬉しい。めっちゃ衝動買いやわ。衝動買いしかしてないから、うん、もうずっとあーっつってそのまま買っちゃった。でもお得な値段だったので、うん、バンズ安いから好きです。好き。はい。さあさあ、茶番はね、茶番はこの程度にしまして、ちゃんと行きましょう。はい、行きたいと思ってる場所に行きましょう。行きましょう。はい、後ろ見えてきましたよ。はい、この雰囲気。はい、こちらです。はい、アニタッチ。みなとみらいでね、あるお店ですけど、ここは何年は一応非動物さんがいるいますんで、行きましょう。お前かわいい。なんかすごい温かい、なんやろ、プラスチックみたいなのがビビビってつけられる感覚。くちばし。くちばし。じゃなくてない。じゃなくて。メス。お。お。おやつくれって。めっちゃ続かれてる。バッコはさすがに無理せんかも。これは指輪やで。指輪をバシバシせんといて。やめ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 、持ってない持ってないって。めっちゃビスビスされてる。めっちゃ顔ちっちゃいな。ちっちゃい、思ったよりちっちゃいの。ホールダック触れる。触らせえや、ふわふわやん。かわいすぎる。じゃあ餌あげようぜ。うん、買ってもおやつをね。おやつ買ってきました。察しのいいやつはちょっと近づいてきてる。泣くよ、泣きよる。頑張って手に乗せてあげて。手に乗せてあげてみ。勢い。痛くないけど痛い気がするやろ。なんか痛いって言っちゃう。注意ばっかりあげてる。もうオスにあげたいんやけど。オスが好きやねんこいつは。この子すごいな。みんな待ってるよ。じゃあその頑張りを。てみよう、もあかん。すごい羽毛がサラサラ。はい、一個終わっちゃったよ。鼻毛すごいぞお前。鼻毛
たら。もう一人もおったんだ。ワイングラス持つようにしてます。めっちゃ持ってる。なんか若干歯も生えかけてない。お前咀嚼ちょっと出ちゃってんじゃん。横と鶏の間は誰も見たことないって。確かにこれ間です。間こんなのやって。咀嚼あるやんけ。すごいあったかい。ワイングラス持ち。そろそろ出かけてる。そろそろ入れ替わりの時期です。入れ替わりの時期や。あとはもう食用ですね。かわいい。ぬっくいね。ぬっくいだけの何か。そうそうそう。じゃあ上げて。行ってきました、はい。港未来の店はねかなりあの何度も行ってたんですけど、うん、お台場の店やばいっすね。やばい。あ、まあっていうかアヒルです。アヒル怖い。アヒルとあんだけ触れ合えるのはもう最高。めっちゃいっぱいいるし、しかも、うん、あの親には、うん、かなり厄介な存在。一番うるさいし、うん、絶対に一番前に来るし。いたファンいたファン。でも本当にね、次来るときはちょっと年パス買おうかな。いやマジでマジで、うん、思うぐらい最高に、うん、いい、なんていうの、触れ合いができました、はい。皆さんもぜひ。これはマジでいつもね、動物の時ね、みんな見ないけど、うん、見ていけ。マジでマジ可愛いから、動物。マジで楽しいから。めっちゃ臭いけど。以上。じゃ次、飯食いに行きます。そうですね、はい、晩飯を食べましょう。はい、はい。バスティのレストランといえばこの雰囲気ですよ。晩ご飯を食べに来ました。はい、今回はちょっと初めて入るこちらゴンパチさんです。ゴンパチ串焼き食べてみたいと思います。そんなに価値あると思う雰囲気。すげえプリプリ、めっちゃうまい。おー、うん、やばい。いい音聞こえる。これだ。串焼きめっちゃうまかったね。美味しかったね。全品美味しかったです。台湾旅、アウトドア、キャンプ用品だけ見ようと思ってたけど、もういっぱいいいもの買えてしまった。キャンプ用品見た時よりな、いろいろテンション上がるシーンが多かったです。多かった。アヒロちゃんとも触れ合えちゃいました。嬉しい。そんな感じで今回の旅終了です、はい。